どうも、トモヤンテニスチャンネルのトモヤンです。 MJ です。はい、今回僕は怒っております。なぜかと言いますと、ちょっとこれご覧ください。トモヤンテニスチャンネルです。今年の目標は登録者数3万人でしたが、行けるとこまで行って4万人目指します。それと僕は朝ちゃんと起きます。よろしくお願いします。はい、という目標をちょっと立てたんですね。 MJ 見てもらいましたかね。 MJ なんて言いました？え、朝ちゃんと起きるって言いましたよね。って言った、もう 2,3 週間後撮影寝坊しました。すいません、もう今年の目標達成されず、すいません、ということなんで、やっぱりね、これはね、社会のルールですから、遅刻をしないというのは。そう、間違いないです。なんて寝坊って、はい、なぜ、もう26ですってことなんで、ちょっとね、あのトレーニングしてもらおう思って、はい、ちょっとええもん見つけたんで、はい、ご覧ください。ちょっとこれえぐい、これめちゃくちゃいい階段見つけました。もう服装見てもらったと分かると思うんですが、 MJ 今からこの階段全速で登ってもらいます。全速で降りてもらいます。で、3往復でしたっけ。で、 MJ が3往復と言ってるんで、これあのちなみに今回一発目の寝坊ということで、2回目からは6、9っていう風に3足していこうかなという。ただ寝坊した時はやってもらいますからね。僕寝坊しませんから。いやいや、わかんないですよ。僕ほんまにそんなことわかんないです。確率はもうほんまに高いんで、はい、今回3ということで、ちょっとやっていこうかなと思います。目標、これ、目標っていうか、段数で言ったら、500ぐらいって言ってた、今。いやいや、わかんないですよ。もう読めへんよな。うん。あの、1段と、1段とかじゃなくていいから、もう全速で。あ、了解ですよ。飛ばしてくれてるから、はい。3往復、行ってもらえたら。こう待ってる僕の方もあれですからね。なんか談笑しといてください。はい。あの、カメラに向かっていろいろ喋りたいと思いますので。はい。じゃあちょっと、やっていきましょうか。お願いします。意気込みは頑張ります。何分かかるんでしょうね、これ。じゃあ。じゃあ僕が用意ドンで始めるんで行きたいと思います。もう大丈夫ですか、ストレッチ。心のストレッチだよね、この量は。行きます。ここ心つきました、物心。 OK ですか。はい、じゃあ行きます。用意スタート。あ、エムジ早いですね。早い早い早い、意外と思ったより早いですね。ちょっとこの辺で少年が早い、今やった半分です。これあと 2.5 往復いくんで、ね、頑張れと。うわ、すごい。来ましたね、行きましたね、行きましたね、帰ってきますね。分かるじゃない、これあの待ってんのもあれなんで、ちょっと遅くないかな、帰り。ですね、皆さん、あの寝坊したらこういうことになるんでね、じゃあちょっともらおうと。僕2回目測りますね、時間。ちょっと遅いよ。お、少年たち。MJ と一緒に行ってほしかったですけどね。MJ、
追いつかないと。少年追いつかないと。顔ちょっとセコい技使ってます、あれ。えぐっ。1往復終わりました。マジえぐっ。2往復目。僕たちこんな人ね、YouTube 始めましたけど、 MG が辛いことをやってるんで、なんかでも YouTube やって辛かったことってないな、なんか YouTube での思い出っていうか、めちゃくちゃ旅行が増えたこと、これめっちゃ嬉しいですね。あんまり旅行とか行けてなかったんで、東京もそうやし、ね、関西も結構広々と行かせてもらってるんで、疲れ切ってる MJ、うん、あ今捕らえました。完全にサボってましたね。これちょっと後で僕は上見てみたいんですよ、行ったことなくて、なんかどうなってんのかなと思って、後で上登っていこうかなと思って。いいですね。MJ の服も持って、僕先輩なんですけどねMJ の3つ上なんですけど、ちょっと遅なってますよね。ちょっとちょっと顔この瞬間顔と同じ、足上がらなくなってきたそこで今半分やで、ね、やっとだから、ちょっとほんま足上がらんくなってきたちょっとマジできついこれ足めっちゃ重い、頭一往復やしよ、上で待ってるな僕こっから見た人は思わないでくださいね。彼は去年、今年の目標は朝起きますって言ったにもかかわらず、2週間3週間後ぐらいの撮影で寝坊してきたっていう。その日僕言ったら2、3時間空けてたわけじゃないですか。何もできずにただテニスショップ行くだけになったっていう日なんで、それはもうちょっとね罰受けてもらわんとちょっとほんま足上がらんくなってきてやばい。ちょ分かってる分かってます分かってるからちょっと待って、行く MJ のためプロテイン用意してる。ちょっと3秒休憩はいスタート。皆さんおなじみの B レジェンド MJ 愛用ですからね、プロテイン。これ歩いててもしんどいっすわちょっとみっともないよその今の角度。結構すごいですね、階段。上のおばあちゃんが見てますもん。あの子、大丈夫かこれでか、これでか、これで、もう、なんかあんの、もう数忘れた、降りて終わりっすか。降りてまた登ってくる、もう3行ったよ、はい、やりました数すら数えられなくなっている MJ。 おすげえ、この景色味わってたの MJ3 回も見てないですすげえ、ちょほんま足上がらへんわ、めっちゃ やばい、ちょっとあんで、ちょっともう降りてきたんですよ今降りちゃったの自分で、とりあえず出てきました。えぐー、
分でした上は。ちょっと黄昏たな。やばい。終わりちょっとすいません。申し訳ありません。次分かってる？分かってます。こんなんロックとかもう死んじゃう。ほんまに死んじゃう。ちょっと俺も遅刻したの3位しな。いやほんまえぐい。え、そんなやばい？やばい。なんか歩いただけで足ピクピクしてるもん。息がやばいっていうか足がやばい。足がほんま上がらんくなってくる。めっちゃいい景色っすよね。もうせえへんか。はい、もうしないと思います。何したいんだっけ。え、お寝坊しました。申し訳ございません。途中でこれ動画見た人はなんか俺が MJ を走らせてるみたいな感じだからさ、最後にちょ俺言ったやん、何段か数えてなって。数えてないっすよ。数えるわけないじゃないですか。せっかく登ってんねんから、なんか数えて。無理無理無理。だって全然息が戻らへん。しんど。次のステージ行く？行かないし。行かへん。ちょっとしんど。はい。トレーニング終わったということで。プロテイン飲んどき。これどこのやつですか？ここに書いてる通り、はい、B レジェンドでございます。 B レジェンドってあれですよね、いろんな味ありますよね。そうですね、これはあのベリベリベリーです。ベリベリベリー風。ベリベリベリー。ちなみに何味が一番好きですか？ベリベリベリーが一番好き。あ、いいですね。じゃあ、まあ、今一番いいですよね、プロテイン。いただきます。はい、どうも。入らへん、ね、水分別にいらへん。いいですね、トレーニング後のプロテイン。はい、ありがとうございます。はい、やっぱ抜群にうまいですね。B レジェンドはこれはあのお世辞抜きで味は抜群にうまいんで、 B レジェンド皆さんも買ってみてください。そうですね、いろんな味あるんで、あとコーラとかあるんで。あ、いいですね。買ってみてください。僕はあのチョコレート味、激う、何だっけ、激うまチョコやった。あ、そうです、激うまチョコ、あの味好きなんで。はい、反省できましたか？はい、反省しかしてないっす。はい、皆さんも社会的ルールは社会的ルールか思っていただき、遅刻寝坊しないようによろしくお願いします。すいませんでした。でも多分また MJ するんで。いやいやいや、もうその時またもうほんまにこれエグいわ。動画にあげたいと思いますので。でもここほんまにめっちゃ景色いいから、うん、また遅刻してな。いや、その景色とか見てないですから。超綺麗やん。階段しか見てない。こんな綺麗やと思わへんかったわ。めちゃくちゃいい。ほら、MJ が終わったからか、もうみんな観客もいいんだったし。観客やったんすか。おばあちゃんこうしてた。あ、やってましたね。すごいって言って。これはすごいわ、サンウォーク。はい、じゃあ最後。やってはい、こんな感じの罰ゲームでした。はい、またね。またねとかいらない。またねとかいらない。絶対あるんで、また寝坊したら、はい、これ次6なんで。あ、もうあかんわ、はい、ほんま6は死んじゃう。その時はよろしくお願いします。はい、ではありがとうございました。